ジョレスイバノビチ・アルフヨーロフはヘテロ接合の物理学に多大な貢献を残したロシア人物理学者である。白、ロシアソビエト社会主義共和国のビーツエプスクでロシア人とユダヤ人の家計を引く家庭に生まれた。1952年、彼はレニングラードのレーニン電子技術研究所を卒業した。1953年からはソ連科学アカデミーの ヨッフェ物理学技術研究所で職に就き、この研究所でいくつかの学位を得た。1961年には工学の学位の候補者となり、1970年には物理学と数学の博士号を取得した。1987年から2003年までこの研究所の監督を務めた。1972年にソ連科学アカデミーの補助会員に選ばれ、 1979年に正会員に選ばれた。1989年からロシア科学アカデミーの副会長とサンクトペテルブルク科学センターのセンター長を務めている。1995年からはロシア連邦共産党に所属してロシア連邦議会上院連邦会議大議員に選出された。2000年に高速エレクトロニクス及び光エレクトロニクスに利用される。 半導体ヘテロ構造の開発の功績により、ハーバート・クレーマーと共に、ノーベル物理学賞を授与された。2019年3月1日、MSK、サンクトペテルブルクにおいて成居。88歳没。1962年より、ヘテロ接合半導体の研究に携わっている。彼は、インジェクションの形状を考案したり、レーザー、太陽電池、 LED を改良したり、エピタキシャル成長の研究を行うなどの業績を残したアルフヨロフとウラジーミルプーチンドシア大統領その他。ありがとうございます。